休息は十分取ったな。よし、追跡再開だってばよ。もう少しで川の国だな。よし、急ぐってばよ。いや、ちょっと待ってくれ。どうしました、千代婆様。おかしい。おかしいって、何がです？ここには常に砂の見張りが立っておるはずじゃが、どうもその姿を見ることができぬ。え、確かに誰もいないってばよ。まさか暁に。人の声だ。どこだ。結構近くだわ。ナルト、探すわよ。あ、これで大丈夫。どうした、何があった。黒い衣に赤い雲模様、奇妙な二人が突然俺たちを。暁か。俺たちとな、もう一人おるのか。そうだ、俺の親友があいつらと戦って。これ以上は喋らないでください。傷に触ります。どうやらもう一人仲間がいるみたいね。だったらすぐに見つけてやんねえと。そうね、きっとまだ近くにいるはずよ。慎重に、でも素早くやるわよ、ナルト。了解。よっと。どうだったの、さくらちゃん。暁から受けた傷はひどかったけど、早めに発見したおかげでもう危険はないわ。おお、それよかったってばよ。すまない、助かった。でもあまり喋らないでください。
傷は浅くはないんですから。ま、ああ、分かっている。ただ、これだけは受け取ってくれ。これは治療の例だ。役に立ててくれ。サンキュー。大事に使わせてもらうってばよ。さあ、話はそこまでじゃ。お前ともう一人は砂まで戻ってもらうぞ。すみません。お願いします。後のことは頼んだぞ。お任せください。さて、二人のことはこれで安心じゃ。かかしよ、先を急ごうかの。はい。くそ、暁の野郎、絶対許さねってばよ。さあ、行くわよ、ナルト。おう。急ぐってばよ、みんな。ナルト、止まれ。いきなりですか。こいつは。うちがイタチ。じゃあこいつがサスケ君の。久しぶりですね、カカシさん、ナルト君。この野郎、俺だけじゃなくガーラまで、お前ら俺がぶっ潰してやる。気をつけろ、何か仕掛けてくるぞ。そろそろ一緒に来てもらうことにするよ、ナルト君。なめんじゃねえ。Yeah.
術で決める。影分身の術。